はい、短期決戦です。7月17日8時19分です。はい、 FX の話ですね。あのね、おはようございます。今日ね、まだ一人しかいないからあれか、もうちょっと人が集まってからにするか。上がっちゃったね。今日ね、ウインナーを買ってきたんだよ。ウインナー、あのさ、タコのウインナー知ってる？お弁当に入ってるウインナーあるじゃん。あのね、ハムにしよう、お肉にしようかなと思ったり、ハムにしようかなと思ったり、なんかこう、もう一品、おかずにもう一品欲しいなって思った時にさ、その、赤いウインナーを思い出して、赤いウインナーいいなと思ってさ、ウインナーがいいなと思ってさ、ウインナー売り場に行ったわけ。そしたらさ、昔お弁当に入ってたウインナーが売ってたから買ったんだけど、100円でね、普通300円ぐらいするんだけどさ、今ね、100円のね、ウインナーで小袋に入ってね、売ってたからね、あ、これはいいやと思って買ってね、炒めて食べたんだけど、ウインナー、あー、なんか上がるでね、一回も食べたことないものは買いづらい。まあ、スイーツの新商品とかさ、似たようなものだったら買えるけど、全く一回も食べたことないものってのはさ、買いづらいと思わない？全く一回も食べたことないもの。トリティさん、ニャンポス。ニャンポス。ああ、上がっちゃう。一回も食べたことないものって買いづらいけどさ、今日ね、ウインナーを買ったわけよ。ウインナーはさ、お弁当で、小学校の頃お弁当で食べたことあるからさ。トリティさん、様子見てないやん、WW。そう、様子見てないんだけど。ウインナーを買って食べたんだけどね。ウインナーってのはほら、小学校の時お弁当で食べてたものだから買えたんだけど、全く新商品でなんかよくわからないものってのは買いづらいよね。それと、FX のね、この話、新しい価格帯、もう全然知らないさ、上がっちゃう。全然知らない価格帯に来た時に、買いづらいよねっていう話なの。新しい価格帯っていうのはさ、新商品みたいなものでさ、全く未知のものだから、
だからじっくり様子見なさいよっていうのがあの本当なんだけどそのギャンブラーとしてはね、早めに新しいものは買いたいよっていう。ギャンブラーとしては新しいものを早めに誰よりも早く買いたいよっていう。ルナさんなんで証拠金こんなに増えたの？あ、借りてきたの。借りてきたのよ。そう、新しい価格帯ではじっくり様子を見ましょうっていうお話なんだけど、ゴリティさんいつも一言コメントと反対のことしとうな WW 一言コメントはあれなんだよ、あの文章にするとそういうことなんだけど、なんていうの、教訓としてはそういうことなんだけど、あ、そう、トレードは生物だよってそうね、本当ね、教訓としてはそういうことなんだけど、あきあきさんおはようございます。おはようございます。教訓としてはそういうことなんだけど、本当はね、そうした方がいいんだけど、とりあえずもう始まってるよねっていう話よそれができる人はいいけどさ、できない人はもう速攻入っていくしかないんだよ。そういうこと。一回切りますね。これを動画にするから、 YouTube の動画にする。おつ。